こんにちは、まるさんです。いつも動画を見てくれてありがとうございます。雑誌を時々紹介している動画を上げているんですが、今日は雑誌というかムックというか、今気になるキーワードが書いてあるムックを購入してみました。これです。じゃあ、マイナビムック、今すぐ超実践テレワーク、発行元はマイナビ出版さんですね。最近ですね、テレワークいろんなところで言われてます。新型コロナウイルスの感染拡大防止で、会社に、出勤するんじゃなくて在宅で、仕事をしてはどうでしょうかということで強く進めています。テレワーク、それからリモートワーク、在宅勤務、言葉としては被っているんですが、それぞれちょっと微妙に違ってたりとかするんですけど、僕も改めてテレワークっていうことについて調べてみると、実はいろいろ大変なんですよ。これね、書いてあるのは今すぐ超実践テレワークでしょ。ここにね、企業を個人30人以上の成功ノウハウというのがあるんですが、特にね、企業の場合ってやっぱりとても大変で、テレワークってね、単にじゃあ Wi-Fi があって電が取れて、そこでどこでも仕事ができるのかっていうと、実はそうでもない。で、特にいわゆるフリーランス系のね、仕事であれば、そういうところで仕事ができます。僕が今この撮影をしている八ヶ岳コモンズという清里にあるコワーキングスペースも、一つそういう場所なんですが、実際に企業を導入するとなると、ここにもあるんですが、労務管理、それから執務環境、情報システム、セキュリティということが、やっぱり大きな課題にはなります。テレワークっていう働き方になってくると、どちらかというとね、こう成果主義に近いんですよ。拘束時間何時から何時までで、お給料いくらですよっていうことではなくて、これこれの仕事を成し遂げたのであれば、いくらですよっていうかな、そのお給料払いますよっていう形に、世の中上手になってきてるんですけどね。そうじゃない、いわゆるタイムカードで労務管理をしているっていうところになると、何ができたかできなかったかということよりも、朝何時に出勤して何時に退社したかっていうことが、むしろ労務管理としては行われているところがあります。そうなってくると、このテレワークにおいても、じゃあ何時に出勤、いわゆる仕事スタートになって、何時に仕事終了っていうことになっていくのかっていうのが、意外と管理しにくかったりとかするんですけどね。でも、そういうことも乗り越えながら、就業規則を新しくしたりとか、それからその時間管理のためのシステムというのかな、そういったものを導入する必要がありますよということがあります。それから労働災害ですよね。在宅でも、例えば怪我をしてしまったとか、何か事故が起きたっていうこともないわけじゃない。あるいは、在宅ではなく、そのサテライトオフィスとか、こういうコワーキングスペースに行くのに行く途中でね、もしそういった何らかのトラブルがあった時の、その労災が効くのかどうかっていう話もあります。そんなこともテレワーク、リモートワークの中では考えなければならないことなのかなっていうのを改めて思いました。だからね、テレワーク一言で言って、なかなかでも深いですよでね、本当にそういうことのテレワークをこうアドバイスできる人が企業さんにちゃんとついて、で、労務管理こうですよとか、セキュリティに関してはこんな手法がありますよってことを適切にね、こう伝えていかないと、なかなかこう、じゃあ家で仕事ができるからといってそれでいいのって話にはどうもなってしまいそうなところがあります。逆に言うと、そういう労務管理とかセキュリティとか、そういったことを乗り越えられる企業というのは、比較的この新しい働き方、いわゆるニューノーマルみたいな世界で、このテレワークを使いながら非常に効率のいい仕事をしているって会社も出てきています。中にはね、もう本当に最初からオフィスを持たないでテレワーク前提で作られる会社っていうのももう出てきていて、まだ実際に社員全員が顔を合わせたことがない、生で、ズームとかね、そういうネットを使いながら顔を合わせてるんだけど、実際同じ空間にいたことはないという会社も実はあったりします。そういう会社ってね、本当に社員が東京にいたりとか、地方にいたりとか、あるいは海外にいたりとか、普通、ある意味それが普通になってきているところがありますね。それで、この本ね、
そういうテレワーク、リモートワークに対していろいろ考えなければならないこと、それから、それぞれの、まあ、実際の事例としてのいろんな企業さんがこういう導入をしてますよということが書かれています。かなりね、これ本当に実践的な内容です。そんなに扱いの薄い本なんですけど、本当に網羅的に、考えなければいけないこと、それから取り組まなければいけないことがたくさん書いてありますね。これは結構ある意味全体を、このテレワークを全体を見渡すにはこういった本が僕の中ではとてもいい感じがしています。何パチ君気になる、特にそのセキュリティに関してはやっぱり VPN どう入れるかっていう、入れるかってからどういう機材がありますよっていうことで、まあ、書かれています。で、真ん中あたりにはやっぱりマイクロソフトの Teams 結構ページされてますね。ああ、Teams は結構ページされてますね。あと、まあ、Slack ですよね。この Slack もね、まあ、どこまでうまく導入するかなんだよね、これ。まあ、いわゆる、メッセンジャーとか、それから LINE とかでグループを作って、いろんな、こう、連絡事項とか入れるんだけど、案件が、こう、結構複雑になってくることがあるんですよね。この返事はどの問いに対する返事だみたいなのがわかんなくなってくる。まあ、そんな時に案件ごとにこの Slack で会議室というか、作っていくと、チャンネルを作っていくと、この案件はこれ、この案件はこれみたいになっていくのでね、それの整理がしやすいんですけど、なかなかそれを分かってもらえないところも少なくはないみたい。あと、まあ、Zoom で、テレビ会議あります。あとは Zoom、Slack だけじゃない使えるツール、あれこれ。これね、とてもいいのが、まあ、オンラインのこう付箋を貼っていくミロっていうやつね、あれ結構使える。からみんなでチャート作成、ああ、面白いね。みんなでスクラップブック、みんなで図の作成、まあ、あとは Google 各種ツールということで、ドキュメント、スプレッドシート、プレゼンテーション。コストパフォーマンス、生産性を上げるにはどういうのを揃えたらいいかってね。パチ君もお仕事する？パチはお仕事しないんだよね。疲れるテレワークはマイクとカメラが原因ですというのも入ってます。これね、ちょっとお金かかるんですけど、ノートパソコンのモニターの上についているカメラの性能があまり良くないとね、やっぱり絵がボケたりとかします。それはもうちゃんとしたウェブカメラを買った方がいいかなとか、あとは音声ですよね。音声がちゃんと拾えないので、まあ、そういったものも気をつけた方がいいですよっていうのがあります。あと面白いね、このいわゆるちっちゃい小スペースのデスクトップパソコンっていうのも紹介しています。これね、表4、一番裏のページに、まあ、広告も入ってるんですけどね、こういうちっちゃいパソコンでモニターをつなげてっていうのもいいかなってなりますね。あと LINE ですね。LINE ワークスっていうのも、これもいろいろ、まあ、いわゆるグループウェアなのかな。うん、それと、あと企業&社員の経験則、地方企画会社が実践するリモートワークとかね、面白いね。700名以上がリモートワークする会社の経営者が伝える運用方法。どうしてもね、まあ、これ世代間で言っちゃうと本当はいけないんだけども、やっぱり顔を付き合わせないと仕事をした気にならないっていう世代も、人もたちも確かにいます。で、実際に同じオフィスの中に出勤しないと、セキュリティが保てないっていう、まあ、会社ももちろんあります。それは否定しません。ただ基本的にそのテレワークをすると方向に世の中が今動いているので、やっぱりそれは無視はできないよなっていう感じですよね。あ、ノートの社員、ノートっていうね、サイトがありますけど、ノートの社員さんのテレワークの話とかも書かれています。出店元のインデックス、あ、結構いろいろ出てますね。一応このMOOCの中に書かれている記事はもちろん、これはこれで紙に印刷されたものなんですが、それの元になった、ウェブの、出店元がたくさん出てますので、これも参考になるかなと思います。そんなわけで、マイナビムック、今すぐ超実践テレワーク、企業個人30人以上の成功ノウハウ、そうね、すべてのシステム&ネット担当者必見、これでテレワークが軌道に乗るって書いてあるんですね。まあ、そんなことで、テレワーク単に Wi-Fi 電源があればいいっていう世界ではない。でもまず僕たちが今新型コロナウイルスの時代であるとか、それから新しい生活様式、それから新しい仕事様式、それから働き方改革、
そういった中でこのテレワーク、リモートワーク大きなキーワードになってます。まあ、それをね、とりあえずざっと知るようなにはこんな広く浅く書かれている、まあ、厚みもそんなにないです。広く浅く書かれているこんなのがおすすめかなと思います。どうでしょう。